2023年、10月28日、16時32分、淡井圭介より、コンピューターを使っての悪党行為、まだ関東はやめられないみたいです。J リーグで生き残っていいのは1チームだけ、神奈川県で。で、横浜 F マリノス、そこのチームだけは残りゃいいっていうことじゃないの。いい、君たちはもう優勝経験してるの。なあ、神奈川県がずーっと食い下がっと、横浜ベイスターズ食い物にして、サッカーから一番金稼ぎできてないって言ってるやろ、横領側で。はっきり言うよ、横浜ベイスターズと広島の試合、淡井圭介はノータッチ。で、阪神タイガースが優勝したから、じゃあヴィッセル神戸の優勝はないかっていうと違う。リーグごとに分けるって言ってる。お前たちが身勝手に野球とサッカーをつなげようとした。横浜 F マリノスが最下位行け。な、挑発行為した方が勝ちになってしまっとるやないか。人のもの何でも奪いよう。買ってきたところが奪ってるって言ってるやろ。だから今までの優勝回数揃えなきゃならないっていうかと言っとやろ。潔く試合中自分たちで頭の中相手の対戦チームに渡しとけよ。横浜 F マリノスが。それで根性あるかどうかはわかんねえ。で、サッカー選手で本当に年俸多くもらってたやつおるんか。年収として。横領罪や。スーパーセントおるぞ、探したら。この国で 1% 超えぐらいで。そいつら国の税金使ってもともと、なあ、売り上げなかった会社とかから、国の税金流し込んで、灰を固定資産税払えよ。みんなから奪った人材派遣会社の人たちからピンハネしたお金返せよ。スポンサー料金に変わったところ。言うこと言われるよ、全体に。リーダーの言ってること。お前らはエネルギーの残存量まで解決できるところは逆に増やしてるんだろうが。誠意見せろよ、横浜マリノス。サッカー界必ず見とけよ。お前らが電波使って力の搾取ずっとしよう。淡井圭介がヴィッセル神戸に送ってるって言ってるやろ。誤りの失点、誤失点なし。ヴィッセル神戸に誤りの失点、誤失点なし。な？なんでお前らが4点取ってヴィッセル神戸は1点やねん。ただの数字遊びやねん、お前らの場合は。で、今日これで阪神タイガースの試合負けさせたお前らほんと許さんからな。お前らが稼いだ金全部国庫押さえてあるからな。国庫の中に返納させてあるからな。親がどこの大企業の誰やねん、本当に。横領ばっかりしやがって。スポーツ関係の人間も大体それや。どうしゆくんやな。これは物事通りずっと解決せへんわけやわ。そんな人間が上で行ったところで、頭の中入ってんのか？ガス、ガス。ガスの残り49年分やねんぞ。石油は54年分で3年引き延ばしてただけやねんぞ。自然再生可能エネルギーが主要国で 10% ほど上乗せして、全電力の電気自動車売ったりして、いつになったら終われんねん。試合中にお前ら勝ったあかん言うてるやろ。なんでこんな負担かけられなあかんねん、この俺が。神奈川県にいつ被災があってん。神奈川県のどこや、どこの企業や。誰が物事動かしてる。天皇陛下から成人様は皇太子殿下の頃にもらった言葉が、芸能界のことは君に任せるや。
なあ、コンピューターなんか全然言うこと聞かんやないか。神奈川県の量子コンピューターとちゃうんか。あれいつからリンクさせていた。俺の顔見たらわかるやろ、取られとうことぐらい。人から点取るわ、人の点。ホームページで今日書いた内容しっかり見てみろ。ホームページ淡井圭介の歴の一番や。お前らはそういうことと対峙してきたのか、向き合ってきたのか。書いてる法律の何条何条数えてみ。横取りや、お前らはずっと。この両側の連中ほんと腹立つの。日本代表に横浜 F マリノスから選出するな。そんな奴ら混ぜ込んだらどうせ世界大戦で、それ理由で負けるわ。これは本当の話や。ルール法律は言うてるやろ。横取りばっかりするな。こっちの頑張りや。なあ、昔からサッカーチームで髪の毛染めとる奴はやたらと多かったやろ。不良化しとる奴らばっかりや。役立ってないのよ、世の中の。いつ誰が協力してくれて。いないよ。お前たちがずっと我がの金の稼ぎのために試合しとっただけやないか。サッカー界。誰がいつ淡井圭介助けてん。阪神・淡路大震災の被災者、一番最初に助けなあかんやろ。もうええから差し押さえろ、横浜 F マス。横浜 F マリノスの売り上げ。それと、くんとと、スポンサー。あと、神奈川県の金や。売ってほしい。もう、スポーツ界とかかっとったら、もう、ストレスしかたまらんわ。どこもかしこも金払わへんから。人のこと利用するだけ利用し、ややこしい、春山整骨院とか、どこが金出してん。スポーツ界なんか借金の山言うとるやろ。本当の法律の中で生活したら。野球界だって無理やねんぞ。ロッテとか横浜ベイスターズ選手に大量に金渡してそれでしまいだった。無理やで。最初から球団所有でスタジオ持っておかないと、土地建物で、それで固定資産税や。払わな、政府に。じゃ、サッカー界も同じや。横浜ベイスターズを犠牲にして勝てる根拠なんかどこにもないねん。楽天が負けとるやないか。クライマックスシリーズ出れてないやないか。それやったら、それ理由でヴィッセル神戸は今日勝っとかなおかしいやろ。なあ、一部分だけ切り取るなって言っとるやろ。リーグごとに分けろって言っとうねん。優勝回数。卑怯やねん、神奈川県はいつも。高島綾出身地、最初神奈川県やったぞ。嘘ついた方が勝ちなんか、お前ら世界は、関東は。テレビ局が嘘つきまくっとやないか。それ本社どこやねん。なあ、東京都やろ、関東や。政府は、国会は、東京都や。卑怯な生き方ばっかりしちゃって、本当に鬱陶しいの。もうはっきり言うとくわ。今年の12月28日、新幹線のチケット、取れるかどうかも分からへん。皇居に行けるあてなんか最初からないねん。その時期混み合うからすごい年末で。で、皇室の人たちが、いつ休みなんか分からん。俺も金ないねん。撮影自分も実費で行っとうねん。稼んのな。もうその後誰が動いてくれんねん。
お前の命かかっとんねんぞ。物流止まったら死ぬ言ってるやろ。1億人以上が。26年前に誰も協力してくれへんやないか。どこのスポーツ業界も格闘技業界も全部や。協力してくれたところ、一つもないよ。みんな我がの稼ぎにして終わりや。なぜ自制心がないねん、横浜 F マリノスに。勝っちゃダメだっていう自分たちがって。リーグの分担金を、それ順位によって変えるのに、変えろよ。1位とかがたくさんもらっちゃダメなんだよ。絶対誰かの人生犠牲にしてるから。俺の人生だよ、俺の人生。その先にあるのは、日本人の1億人の命だけじゃない。エネルギーの残存量問題は、その先は世界の50億人、さらにその先は90億人の命やかかっとんわ。気合いあるんだったらさっさと試合中に頭なんか渡したれよ、お前らが。なんで俺ばっかり渡さなあかんねん。こっちの言ってることおかしいか、被害者やぞ。日本代表も全然金払えん。国際線これで勝たせてくれ。ふざけんなよ。で、降りようとしたらこっちが呪いかけられる。なんやねんこのルール。ずーっと阪神淡路大震災の被災者負担を押し付けて、これはお前らの関東の生き方がな。他の都道府県で同じようなこと思っている人たちも、阿賀井圭介の話に賛成するよ。一回賛成したから。さすがに全部の話聞いたときに、読売ジャイアンツのファンの人たちも、ごめん、そんなことになってるとは知らんかったわって大きな声で、あ、彼が見てるなってわかるから。言ってくれる人はいっぱいいたよ、結構。そういう人たちいなかったら持たへんよ、こんな立場。この辺ではずーっと子供とか使って嫌がらせ試合中の時間帯仕掛けできよ。春山整骨院に人来たりとかして車とかな挑発行為ルール法律開示できなあかん。その時間帯に何の根拠で横浜 F マリナスが勝ったのって警察官が撮影しちゃダメしていいのよ。証拠 YouTube で証拠見せれなくしたの。そんなに政府が組んでて悪いことしたことがバレてしまったからなの。無理やで。そんな状態。全部バレていって、物事変えていかんかったら無理やねんから。生き残るんなんて。笑いながら了解っていう声聞かされたこっちは。エネルギーの残存量問題。何回言われても、淡井圭介の国連のデータはみんなは信じないんやろ。無理やん、そんなもん。見た36番、そこに書かれてることが本当やで。自分の目でもう一回見てみろよ。それ忘れて買ってしまうんだろう。神奈川県で自分たちの地域で河川水門開式玉発電作れるあかんよ。私の時が通ってからや。そんな金額を手つけたらお前ら電波で殺されるかもしれんぞ。本当に本当にもう試合の勝ち負けでもうあっさり諦めてくれよ。こっちの負担になるから。ルール法律で何回も言ってるやん。コンピューター人の睡眠時間で点数取っちゃダメよって。で、そいつら寝不足なってんの。横浜 F マリノスのやつら。なんで俺がお前ら海外、お前らのサッカーの仕事で、お前らの海外勢に日本代表だった人間の活躍を、なんで俺がいちいち手伝ったらなあかんねん。
お前らが頭なんか差し出しとけよ。で、お前らが睡眠不足なとかなおかしいねや。横浜 F マスのつの人間がその時間帯起こされるんだから。それが海外進出やで。プロ野球界だけでメジャーあんなにたくさん行ってしまってんぞ。無理に決まってるやろ、俺一人で。あれ、どれだけ毎日死にそうにやってるか分かってるか？お前ら人殺してんだよ。サッカー界もや。逃げんな。はっていう言葉で。宇佐美の声や、どうせ。子供の頃の。まあ、この話から逃げんな。私は国会では泉さんがまともなこと言ってるのに顔めちゃくちゃなってるやろ。これルール絶対おかしいぞ。給付給付給付じゃないんですかっていうことを言ってる泉さんの顔はめちゃくちゃなっとんや。当たり前やん、給付にしとかなあかんに決まっとんやん。所得税の控除どうでもいいよ、そんなもの。そんなもんつけてあかんよ、パーセンテージ。どうせ金持ちの人間は得するんだから。違うよ。給付10万円非課税所帯も、低所得者の人にも10万円を給付するのよ。で、どれだけ、ね、お風呂炊かなかったりとかして、エネルギーをしっかりと大事に使ってね、もう上がっていくから、エネルギーの、購入価格。一ドルに対して、石油に関しても。で、政府は今補助金つけてるだけなの。6兆円とか。で、いらんって、6兆円って。そうじゃなくて、みんなにお金、給付渡して、みんなっていうのは低所得者とか非課税の人、な、人材派遣業法とか、一部の買った人間がピンハネしとったら、もうバレてるんだから、この世の中に。公務員が身勝手に許可とか与えてたんだから、工事とか何でも。で、エネルギー大量に消費してるんだから。な、国会議員とかや。全部今までの話の内容聞いていて、覚えてるのって、覚えていたら罪悪感持ってるだろって、見ないに逃げてたの男じゃないね。純はいざ自分の分になったら逃げんの。俺だけこんなに何十年間もこんなことさせて、試合中に頭なんか渡すよ。俺も仕事中にそれしてバリーボンズさんとかああいう本塁打の数打って、だけども身勝手にこの辺にボンズっていう飲食店が勝手にできてた。淡井圭介のお金払ってくれないで。すぐに倒産したよ。当たり前よ、そんなもん。飲食業界なんか店出したら20年以上持ちこたえてるとこなんかまずないねん。出すなって言ってるんだよ。無理だから。採算性なんか最初から合わへんから。よそが泣き見とうねん。生き残ったったとしても。そしたらそれは世間に対して誇れる仕事じゃないんだよ。もともとあるところ行って働いていいんだよ。ヴィッセル神戸楽天や。楽天。楽天優勝させるのも淡井圭介も頑張った。力貸した。星野監督の時、星野さんはずっと打倒巨人を掲げてた人や。ずっと巨人ばっかり優勝してるのはおかしいって分かってた人や。だから根性があった。だけど星野千一さんも本当に亡くなった。頑張った人間の方が早死に。お前ら関東のルールが絶対腐ってるよ。関東軍の話もう一回したのか。戦争したのは関東軍やろ。立場逆やろ、アホ。次の試合、本当に横浜 F マリノスの人間、近い。ちゃんと VTR で審判の前で言え。この試合、頭の中自分たちが取られますって。捧げますって。これ以上、淡井さんに負担かけませんって。こんなに自分たちがお金に目がくらんで、金稼ぎに走ってちゃダメだったっていうことやっと気がつきましたって言えよ、試合中に。お前これで頭の中までこんなしょっちゅういろんな日取られとうねんぞ。
渡したりとか自分で自主的に。なあ、そんな状態で、物事早く進むか進まんかぐらい分かるやろ。この時間だって無駄やねん、本当は。あっさりさ、開けとけよ。ヴィッセル神戸と、横浜 F マリノスとの差や。で、今日、淡井圭介が怒ったから、今日阪神タイガースそれまで巻き添えにされて、負けさせられたら、じゃあ、挑発行為してきた人間、搾取ばっかりしてきた人間の勝ちっていうことになるやん。なあ、科学業界なんか全然正しく動いてないやん。もうこれは本当の話やん。昔の巨人の優勝回数とか見たらわかるやん。ずっとしてること同じやん。人からの力の搾取。搾取できるから関東行こうって考えてしまった人たちも中にはいたんじゃないの？もう俺の母親殺されてしまった親、この件に巻き込まれて。74歳で殺されたんだぞ、死んどんねんぞ。睡眠不足にさせられて。もう全てのスポーツ業界怪しいよ。で、それだけじゃないから。人間で本当に起こしに来たやつがいっぱいいたからいいぜ。朝の4時からとか、スポーツの勝ち負けで狂ってたんちゃう。物事現実を受け止められなくて。夜中とかもいた。いっぱいいた。多すぎる。お前ら常に人殺そうとしと。自分の欲求を満たせなくて。だからルール平等に、法の下の平等にっていう形にしてるのは優勝回数を揃えるためや。だから横浜 F マリノスとか神奈川県なんかに優勝なんかないよ。良い順位も。チームたくさん増やしちゃったんだから余計順位下に行かなあかんやん。エネルギーの残存量問題が一番上やねんから。作っちゃならないんだから、サッカーチームを。誰やねん、J2 からの昇格なんか言い始めたん。ちゃんとそこ商業原理で物事回せよ。すぐ倒産やん。海外の選手を連れてきたっていうことは、その人たちに著作権がある。画像、音声。な？その人たちの国にお金渡さなあかんやん。海外のサッカースタジアムよく見てみ。客席小さくしとうわ。だからそういうところはまだまともがあや。そうせんと最初から採算合わへん。建築業界にお金持っていかれて終わりや。あとは高い固定資産税国に払わなあかん。で、これは誰かは、リーダーはこうやって叱りつけんかったら、無理や。いや、普通に言ってたら、その人、君たちは自分たちが悪いっていうことよ。ほら、はって言ってきた。はって思ったやつおる。どうあんか。コンピューターは誰の声でも使えるから。わからん、本当は。どこを誰が言ったかなんて。本当に。だからこの社会をどうにか変えなかったら本当に無理や。協調性持て。それが横浜 F マリノスには絶対的に足りてない。他のか、もう神奈川県という、その県に協調性がまず足りてない。あと東京都にもね。東京都もな。複数の球団とか作ってしまったところ。で、そいつらが力仕事してる話は聞いてない、全然。河川の土砂の書き出しの映像なんか見てへんよ。いつになったらすんの？根性あったら、長靴あったらできるやん。で、トレーニングジム、トレーニングジムってもうここ3軒も出来上がってるから。意味ないから、エコリラの中と、そこの田尾地駅から降りたところの、百均とか、コーナーのあるところ、そこもスポーツジムあるよ。ずっとガラガラ、当たり前。自分でトレーニングしたらええから、それぐらいみんなわかるから。お金払ってもそんなとこ行った方がどうかしようから。で、そのもん作ったらエネルギーの無駄遣いや。作るのに。ガソリンとか消費税作るんだから。なぜそんなに簡単なことがわからないの？
で、どこがお金出してんの？チョコザップっていうあの変な名前の。なんかチョコ食ってるやつが目の前歩いて、佐々木朗希に似た顔。で、髪の毛染めてたバージョン。それからそのジムができたんやけど。で、本当に佐々木朗希だったそう、そいつ。わからへんもん。一応背は大きかったけども、190はさすがにいなかったように見えた。わからへん。もうみんな結構顔変わるから。なぜ、何理由で横浜 F ・マリノスは YK 介の得点を取れるの？それヴィッセル神戸行かないと絶対おかしいじゃない？なぜ？理由は？ホームページ YK 介の履歴の一番。読めよ、文章の方。な。それ見た方がわかる。で、それを、今はこっちも詰められたお前らに。何よって、YouTube に、コロナウイルスの件、詳細を述べたら、内閣に止められる。で、ペナルティ。で、今、それされたら、動画のアップロードは、永久にできなくなる。河川水門会式玉発電とか撮影、誰もどうせ行かないよ。誰か行ったつもりになってるんやろ。で、適当に河川撮影してただけやろ。どこに設置するとか頭の中で描かれへん奴らが行っとんねんか、そらそうや。何の協力にもなってない。な、淡井圭介さんにお金を渡してテレビ局の人が、で、河川水門会式玉発電の撮影で、な、撮影行かせてあげたらよかったんよ。全部横取りやん。お前ら東京都のしてることって。まあ関東っていう言い方の方がいいと思うよ。なんでこんなにえげつない？本当に。もう世界中の政府情報総部の人たちに、なぜここまでルールえげつないんですか？で、なぜ淡井圭介が本当のことを言い始めて怒ったぐらいで、これ絶対怒って表現しないと。無理でしょ。こんなことヘラヘラ笑いながら言ってたら、もっと頭の中、あいつから取ったらいいんだってなっちゃうじゃない。怒って抵抗してるとこ見せなかったら、無理じゃない。もう一度言う。楽天が負けてる。野球の話行くのな。それ理由なら全部点数をヴィッセル神戸にとかならおかしい。指摘してる、その、最近、生物兵器の方。化学兵器の禁止条約の方じゃなくて、細菌兵器の方、それ法律名出しと。で、それで、何条違反、何条違反っていろいろ指摘しと。それで何点あるか一回数えたらわかる。なおかしい。ずっとこういうことを、ずっと言うことでされてる。ずっとそうやん。あの現実的な、その我が天下とか我が天下戦国風もテレビ局は CM 料もらってるでしょ。で、もうもらって放送した後なの。で、淡井圭介に一銭も払ってへんやろ。だ東京に絶対人集まったらあかんのよ。法律も何も、まともに稼働してないから、ずっとこの世の中。彼らの都合のいい部分を見せて、世の中正常に稼働してるように、嘘を刷り込ませてるから、ずっと。それで報道とか持たせてるから、物事。自分たちはあんだけ嘘言ってきて、あんな奴らをずっとただで住んでるんだから。普通、ものすごい弁償額せなあかん。
今までの動画ちゃんと見てる？サッカー選手。他のスポーツ業界も。見てへんやろ、全員。自分のことばっかり考えてるんやろ。どう考えてもエネルギーの残存量問題解決できる気がせん。誰も助けてくれない。協力してくれない。一生絵に描いた餅のような気がする。トヨタなんかすぐ、そこに新しく店舗作りよった。ひどい挑発行為や。なんで、岡場駅のすぐ近くに、電気自動車の設備をセットしたものを作ってもらったのに、トヨタの店舗。なぜそこに作ったの？新しく。駅一つの区間やで。バレたら困る側の奴らを、が作って怒らせようとしてるんやろ。もうなんとなくでわかるわ。で、警察官と組んでて、あと、もうその警察官の中でその淡井圭介を強制入院させたやつで、そいつはもう警察官として働けなくなって、で、もともとダンプとかに乗っと。何回も同じこと言っと。文章にもしと。してたと思うよ。もう何回もいろんな YouTube で言ってるから同じだと思うよ。もうそこの山切り開いて、蒲田発電用の竹やぶ全部めちゃめちゃにされた。お前ら自分の命かかったもんねんで。頭の中ぐらいさっさと差し出せよ。で、謝罪でも言えよ。サッカー界。で、お前ら春山整骨院に東野とか集まってたやろ？そのうち1名は松川や精神病院の副院長だった。で、なんで岸田さんは所得税の控除なんか言い始めたの？それ言っちゃダメじゃない。ややこしくなるから。給付でしっかりとね、風呂炊かなかったりとかしてコツあるから、脱衣所とか温めて。160リットルの冬場のあの冷たい水を湯を沸かすよりも、電気ストーブでもいいから、脱衣所をまあ、15分かけてもいい。あったかくしたら別にお湯のシャワーでどうでもないから。しっかりとエネルギーを大事に使おうの話や。でもこれはシャワーのある人しかできないけども、給付だけとりあえずしといて、で、石油メーカーとかに6兆円なりガスまで入れたらもっとあるのかな。そのお金を、要するに10万円の給付にするでしょ。とにかく非課税の人と低所得者で、また国会で1人につき10万円でもういいので、子供さんとかは5万円の給付があるでしょ、児童手当が。だ、そこはもう余計なこと考えなくていいの。児童手当渡してるんだから。たまに国会議員の人に間違える人が出てくる。もうそういう余計なこと聞いたらあかんから。所得税のところをコロ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 変えられたら、みんなもう訳分かんなくなるか、本当に。もうこんなに毎年毎年しょっちゅうしょっちゅう物事所得税が変わってたら、もう、って何が本当なんですよって。もうテレビでニュース放送、嘘を放送してるっていうことに気がついて、真面目であればあるほど、もう政府に対して、公務員の人たちに対してもう腹立ってしまうから。精神病院で、僕の隣に入院していた人で、10年間同じ場所で働いていた、まあ、30代ぐらいの人、だいぶ、まあ、僕より10歳ぐらい年下の人なんだけども、警察官と揉めて1年間入院させられてる。警察官の態度が悪かったからっていうことで怒ってしまったらしい。で、それで1年間入院させられてる。これ無理やでって、警察官の方が俺であげなきゃ。
ごめん、俺らも政府側の人間として分かってるって、この状況おかしいって思ってるって、言ってあげないと。それさ、もう警察官はもう側の銭の稼ぎのために警察官してるから。なぜなら、青井圭介を精神病院に入院させたその老人の、それは、2021年東京オリンピックの時。なんかもうスポーツ側とか警察官とかになってるから、もうむちゃくちゃやねん。自分のことしか考えへんから。これが証拠と証言。何かその日その日の記録をつけてなかったら、いついつの試合、何対何、いくつでどこそこ分かったとか覚えとられへんから、本当に。ちょっとした言い方も、それ言い間違いじゃない。法廷で認められてる。で、怒るのも裁判所の裁判官が認めてる。法廷で。当たり前やん。人間は感情はつきものやん。ひどい目に遭ってる人間であればあるほど、怒っていいのよ。そうじゃなかったら、のび太くんみたいに泣きべそかいて、毎日やられっぱなしじゃないと、無理、許してもらえないの？それほど政府の人たちには、人権を無視するだけの権限があったの？っていうことになる。で、長い間報道ステーションで放送されていた車のラリー、スポーツの時の、あれ多分昔の映像をみんな見せられてる。それを楽しそうに読み上げてたのが、ヒロド。で、そいつも多分本名じゃない、もう偽名名乗り始めた人間だと思う。だからもう何業界の人間か分からへん。多分、もうあんまり関わらん方がいい。正直そう思う。医療業界の人間かもしれん。ワールドビジネスサテライトでこの間、医療業界の薬品の生産工場を撮影しに行った時のスタッフ見に行ってた時、そこの工場の人たちと話していたのがヒロドかもしれない。わからない。もう目元しかわからないから、マスクつけてるから。だからマスクを外さなきゃならない。全員。何があろうとも。で、実名を絶対に名乗ること。テレビに出るのは実名だけ。実名に名乗れないんだったらテレビじゃダメ。これが BPO でも、決定的にもうずっと進めなきゃならないこと。気にないから。本当に。絶対悪いことするから。で、日本代表で南野っていう選手が存在するけども、何か桃太郎の CM？ 桃太郎の CM じゃない。スマートフォンの au の CM。桃太郎の格好をしていた時。なんか違う名前で芸能人として活動 してなかった？海外旅行付き？それとも目的何？海外でサッカー選手する目的は何？エネルギーの残存量問題で逃げるため？脱出するため？もし輸入止まったらって。海外でも仕事があるしとか、そういうこと？それならそれで本音で言ってくれたらいい。本当は僕、それも考えてるって。ちょっと本当にみんなでちょっと本音の話しよう。で、政府の上層部の国会議員の人たちとか、他の国の人たちとかも、日本人の人たちはもうこう言ってるっていう、その状況聞いてもらった方がええわ。で、みんな車乗るんとかを、極力抑えて、電車バス等で、みんな行動できるから。日本に住んでる限り。冬場の豪雪地帯はちょっと、どちらの方がいいかな、どうかなとか、いろいろあるけども、状況によって。いや、もう雪降ったら本当は無理やから、車。目の前は見えへんから。絶対事故する。しょっちゅうそういう事故、毎年のように流れてる。で、実際、多分発生してる。だって目の前見えへんやん。自分で見たらわかるやん。それぐらい認識できるやろ、いくらなんでも。あんな状態無理やん、絶対。ヴィッセルの
神戸の試合中に電波で聞かされた声は勝ってるからっていう声を聞かされたんだけども、未来の声なのか相手チームなのか横浜 F マリノスのことだったのか、ひどい挑発行為、横浜 F マリノスのことを言ってるんだったとしたらね、家の中でずっとそういう状態で、な話180度すり替えたからやテレビ局とか。だそれするとエネルギーの残存量まで最初から解決できないですよっていうことは僕は二十歳ぐらいの頃に言ってる。サッカー界もそれで同意してんのよ。順位のところを見たとおりにしてもらうのは無理よ。とりあえず動画の再生回数は今時間回生、再生回数じゃない再生時間365日を遡って400時間台までは今来てる。もうみんなそれぞれ正直な意見交換とか言ってくれなかったら無理やわ。なんで名前変わってんのとかそういう風な話でもう本当のこと公開しよう。それぐらいの勇気を持ってるやろ。それなしに日本代表、それ無理やわ。人として弱すぎるから、それだったら。ずっと人から搾取できるから、搾取できる側に回れるから、だからテレビに出てたのって違うよ。後でボロボロになるよ。そんなに脱法行為ばっかりしてたら。まあ、とにかくホームページ淡井圭介の履歴の一番の記載してる文章あんまり長くないから10本もかからへんと思うわ。大した文字数ない、1万文字もない。ないない。2000文字ぐらいちゃうか。それもあるかどうかわからんわ。 その程度の文章や。いや、ホームページ淡井圭介の履歴とかだったら、あれ全部合わせたら10万文字ぐらい。前半後半とあと書いてないこと書いてないことに、書いてなかったこと。うん、けどあんなのそんな時間かからへんよ。暇な人、休日とかだったら、最初から最後まで全部読んでしまう。1日で終わる。誰に岸田さんに給付の件でも吹き込んだの、所得税からの控除。それ絶対したらあかんやん。票がめちゃくちゃなるし。で、そんなに働けに行くことをあんまり考えちゃダメなの。女性の一番一月の年金の厚生年金と国民年金両方合わせたか、支払い額一月の受け取る金額。一月9万円の人たちが一番パーセンテージ多いの。それ以上の人は、その1万円上げていくごとに、例えば10万、11万、12万、一月のね。だから一月15万円以上給付受けてる人なんかもうほとんどいない。自分で検索ワード打ち込んで、それぐらいの票を探し出して自分で。これが世の中の実態で、もともと店出されたら困るのよ、みんな。破産法とか適用されても。みんなの税金に食らいついてこられることになるやろ。だからサッカー界全部破産やんか。スタジアム。固定資産税とそのローンの返済。ヴィッセル神戸のウイングスタジアム、神戸元々の名称。あれだけで固定資産税1億ぐらいで、300何十億円かけて作られた。大体そんなもん。その当時の市長が笹山市長で表現地位とかにも責任あるわ。で、サッカー界に一番の責任はある。
もともとスタジアムがあるのに、まだ作りようからな。今度はバスケットボール業界がそれしようからな。体育館なんかあるのに。な。もうみんな自分のことしか考えてないやん。絶対無理やん。横浜 F マリノスの人間が今度は自分たちの番です。ちゃんと頭の中試合中に差し出しますって言えばいいやん。簡単やん、その方が。記録残ってんだから。淡いケースが仕事中に頭の中取らないのが頑張ってたの。何にも社会のことわからん人間が店出してすぐ倒産や。もうアホみたいな話ばっかりや。その金誰が払ってくれんのって、その横取りした、そのボンツっていう会社。飲食店の。もうこの街そういう奴らだらけ。それさがもともと足引っ張ってきてるの。春山整骨院とか作って、あと子供とかこの辺来させて、もうどいつもこいつも卑怯すぎて、ほんと阪神タイガースの日本一は絶対に取りに行くけども、横浜 F マリノスの優勝っていうのも絶対なくす。震える鳴き声に今ちょっと変わったけども、無理、どちらか一つじゃない。そんなルール導入してないよ、オリンピックでも。もともとアメリカとか金メダルめちゃくちゃ取ってるでしょ、日本も取ったでしょ、東京オリンピックで。お前たちサッカー界にもただただわがままだよ、横浜 F マリノスの。あと関東勢のそこの企業や企業、順位上のところに高い賞金渡してどうすんねん。会員の球団のところが苦しんどるやろ、一番金渡したらあかんやろ。本当にクズみたいなルールばっかり、もうこれ以上作んなよ。本当のこと全国民に教えたらよ。